ニコちゃんおっちょこちょいなんですか。可愛く言ったら、うん、可愛く言ったらおっちょこちょいだし、悪く言ったら ADHD の。え、 ADHD やったの。あ、そうだよ。調べてないけど絶対そうだよ。あー、まずいね。まずい状況になった。これ ADHD デートだね、これ。あ、あなたも。もう極度です。嘘。ちゃんと ADHD です。あ、ADHD デート。何ですかこれ、帰りに車をなくすとかなんですかこれ。なんかヤバくなりそうな、なんか不安になってきた。俺ニコちゃん結構しっかりしてると思ったから、俺もどっちかっていうとその言ってほしい側なんですよ、うん、はいこれやって、うん、はいこれまた忘れてるよっていうのを言ってもらうんです、うんうん、やばい、だから老夫婦みたいな。やばね。まあでもケイトだとは思うんだけどね。俺携帯1日のうちに 3,4 回は絶対なくすんですよ。じゃあほら、なんかで話してて、その話で盛り上がってんだけど、急に違う話題がこの自分の脳内で出てきて、急なんだよね。でも自分からしたら急じゃないんだよ。急じゃない、急じゃない。だってこういろんな連想があってそこに着地して出してるわけけど、相手からしたらえ、なんで。いやすげえな、ここに来てまさかの共通点やな。めっちゃめっちゃですけどね、僕なんて本当に。いやでもあるわ。あります。スケジュールの相談しようってなって、一回ヤマトとうちが集まるんだけど、いつの間にかヤマトがいなくなってるっていうか、でうちがヤマトを呼び戻して、ヤマト今打ち合わせ中だよって言っても呼び戻してっていうのが5回ぐらいあって、やばいっすよ。だって昨日俺何してたかっていうと、あ、スケジュールやっててトイレ行きたいなって、うん、トイレ行くじゃないですか、うん、あ、鏡汚いな、鏡拭いてたんですよ。で、ニコちゃんに、ヤマト、どこ行ったって言われて、ああ、戻りますって言って戻って、で、その次、なんかその企画の相談してる時に、俺、いい企画思いついて、それ、ボンに伝えに行ってたんですよ。で、やばくないですか、記者も、全く悪気ない。だって、2人で、打ち合わせしてんのよ、ちなみに。なんか、大人数いて、1人消えるとかじゃない。1対1の打ち合わせで、1人が消えるから。あ、だから、やっぱ、しっかりした人がいいんだ、ニコちゃんは。